はいここんんんにちは、こんばんははばい、えー、っとすいませんでちょっと間が空いちゃってつってもう治りましたえー、っとね昨日まで声が全然出なくてで耳が痛くてキーンと話すとね耳が痛くなるんですよそれでしまいに一昨日ぐらいに歯が痛くなって歯がね なんかね熱いもん食って熱いもん食ったらカップラーメンかそしたらやけどしたんだよね内側がちょっとこうあの歯茎の <coughs> 内側がね、えー、腫れて水ぶくれみたいになるでしょでそのまま放置してたらそれがさすげえ腫れてきてさ歯がガンガン痛くなってきて死にそうになったんだよねまあちょっとそんな感じで様子見てましたごめんなさいねすいません皆さん えっと、えっとですねちょっと前ねもうちょっと時間がだいぶ経っちゃったんだけどケンさんのねお芝居ねあったでしょであれはまあ本当にね申し訳ない全然つまらないんですけどあんまり意味なかったような気がするんだけどねまああの国会を見学させてもらってねそんぐらいかな。 みんな調子なんかまあ,あのピコとやろうと思ってたんだけどねちょっとえっ、ー、とピコも具合悪かったみたいでうんインフルエンザかなで俺もインフルなのかなと思ったんだけどなん多分違うね多分違ったでねえっ、ー、とでその日のその日ねう速攻で帰ってきて寝てたんですよで えー、ニックさんからね電話来てそれで起きたのね10時半とかかなでまあとりあえず電話出てねでカピパラチャンネルさんがなんか「電話したいからどうのこうの」って言ってて俺もね寝てね寝起きじゃないですか何言ってる全然意味が分かんなくてでもまあいいまあいいよってもあの寝てたからさ ななんかかよく分からなくらてでただねちゃんとしっかりあの電話番号こっちにかけてっていうことだけね伝えて、はい、あの料金前ねあの俺の10分しか話せないでしょそれでね2時間ぐらい話してたんだよねそしたら料金すごくてさ今回あの Y モバイルに変えた意味が全くなかった ちょっっとすす。ごい敏感になってますケチくさいんですけどね、はい、であのー、まあ多分ライブやってんのかなって思いながらあのー、よくわかんないまま電話がすぐ来たんでね話してました。かいっぱらさんと話したんだけどまあ聞いててもらってごめんなさいねなんか全然なんかうん。 そこでねなんかいっちゃんっていう方ね女性のねなんかすっげえモデルさんみたいな娘さんがあのモデルの子なんでしょすげえないっちゃんねちょっと全然ごめんなさい俺今日もねあのちょっと病院とか行っててちょっとあのいっちゃんのことをどういう人なんかなと思ってねあの 見てたんんですあ,であの後も,もちろん見てましたよだっていっちゃんがどういう人なのかよくわからなくてさ、うん、まあでもいっちゃんとかいっらさんが一緒にライブでやってる方なんだろうねなんかめっちゃすごい方みたいよくわからないですけどまあいろいろ言ってくれてありがとうございますあのー、そこでねえっ、ー、とちょっとね あの引っ越しのね引っ越し引っ越しって言ってたんだけど俺のこの,あのブラインドタッチじゃさも入れてる時にさそんな話になっちゃったからどうしようこれまた消してまた一から入れるかとか思ったんだけどさもうなんかもう言ってることはほら早くバン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 いっちゃうじゃん。だからさもうなんか変なあのビュッて出しちゃったりさしてさ。 あんまりよくな,な,なんかちゃんと伝わってなかったんだけどあの皆さんね引っ越しあのー、ちょうど年末にね <laughs> 引っ越しやったんですよであれ,あれね俺ちょっと説明がね俺もあの一番初めに引っ越しがあの引っ越しって言ったのも俺もよく分かってなかったんですよあのね、えー、年末にあのちょうど あの平塚さんからなんかや電話するしないみたいなのが来ててで俺はずっと待ってたんですよねあの時ちょっとメール出して電話が来るあのメールが来るか電話が来るかと思ってでその夕方ずっと寝ないで待ってたんだけど夕方に母ちゃんから電話が来てであの年末以内年末まあほら早く出たかったわけなんですよあの家賃が高いから。 親父がねいなくなっちゃって12月はもう一人分の年金しかもらえないから家賃をねどうにもう安いところに行かなきゃいけないからでもう年末に切っちゃえばとりあえずあのなんだろうあの家賃がねあのその分払わなくていいじゃないですかだから移るんだったらもう年末もう年末だよっていう話言ってたんですけどすごい頭になってるのこれ。うん ね、あのすげえなねええー、まあ母ちゃんがね部屋みあの安いとこもともと探してたんですあの同じ俺ね母ちゃんと同じ団地にいるんですよそばに住んでもすぐそばなのねでえっとその団地内であの一番安い部屋があるんですよ 1DK がなんかの。 もうそこにワンルームみたいなねそこに行かそうと思ってずっと UR 空いてるんですよ部屋はね2軒2軒空いてるんですよもう9月から10月とかそれなのに UR に言ってもね空いてねえって言うんですよで空いてんじゃんっつってんのに空いてるないっていうわけの分かんないでしょそれずーっとやってたんですけどであのー、もう無理だなと思ってたんだけどあのー 母ちゃんから電話がかかってきてね空いたからもう空いたからというよりも部屋が映れるようになったから今年中にもうやらなきゃダメだからっていう話でね言われたから空いたのかと思ってでそれであの引っ越しってことになったんですよでその時に母ちゃんの引っ越しなんですよ基本的にでねそれ実はそうじゃなくてえっ、ー、とね なんか知り合いというか知り合いの知り合いの知り合いみたいな人があの団地をね倉庫みたいに使ってる方がいらっしゃってでえそこの一部の部屋が空いてるから余畳半が空いてるからとりあえずそこに住んでればみたいなことを言ってくれたんだってそれでそこにもう年末もうギリギリだけど先に出ちゃえばいいと思ってまああのそういうことだったんですよ。で急遽だからそこなんです。でまあ 結局ねやったんだけど全部荷物が入りきらなかったんですよ捨てたりしたんだけど入らなくてで結局なんかね一番もういらないのに切りのタンスとかあるんですよねもういらないでしょでそれがねなんか昔母ちゃんが、ね、着付けやってたんですよなんかで生徒のが置いてる生徒が、まあ、まだ取りに来てないんだってあのなんか着物が45枚あってね生徒の着物がでそれが取りに来てなくて 来な,い来ないからまだ預かっちゃってるとでそれがあるからそれは絶対にあのこれはもうずっと持ってなきゃいけないんだっつってね霧の虫食わないやつですよ、うん、でもそれすげえ重くてさあのでかいんですよだから、えー、と結構まだ入らないものはみんな捨てたんだけどでもそれは捨てられないからっつって俺の部屋に置くってことになったんですで俺の部屋がもう汚いからもの全部ね俺も捨てたんですよだから。 捨てててススペース作っっそこに置いたんですちょっと部屋を変えたんだけど、うん、みんなぶ俺も捨てちゃったの。で、えー、と俺のねあのここに入った時にもうね俺は絶対嫁見つけてもう結婚するんだと幸せな家庭を作ると思ってね、えー、なんかなんだろうなんかなんとかテーブルって俺あるじゃん。家族でみんなで食卓を食べる、まあ、テーブルテーブル結構重いでっかいやつをね買っちゃったんですよ。 でも、ね、1ももね回回使っってなないそこに1も座らなかったあの荷,物荷物置き場みたいになっちゃって,て結局1回も座ってないんだけどさでそれを母ちゃんの部屋に持ってくあ新しい部屋ね新しいあの部屋あのに俺も持ってくからそれを全部分解してあの分解したんですよでっかいのちょっと話また違うわまあそんなこともしたから 要はね引っ越しししててなないいんですよあの完了してないそしたらちょっと前に、えー、と田中さんのあそれねそれしかもさですごい意味がなかったんですよそこに移ったんだけどあの UR ってあのちゃんと事務所にあの退去を言わなきゃいけないじゃん前もってでね2週間前に言わなきゃいけないんだってそんなのだから年末にバカみたいにさ開けちゃったんですよ。 あの部屋をあげちゃったんだけど全く意味がなかった、うん、何にもだってほらもう30日だからいわゆる閉まっっちゃゃてんじゃん、ね、だからその言ってもさ2週間後なんだよあの部屋を出れるのはだから結局ねバカみたいにあの,そのなんだろう狭いところに引っ越しちゃったのね荷物もみんな捨てて。 でもその部屋まだいまだにいまだに借りてるんですよ <laughs> で今結局戻ってきて布団とかちょっとテレビとかだけ持ってきて前のところに住んでるんですようん最悪なんでしょう2週間前前にやっっぱ言わななきゃいけないけんだだて当たり前だよね俺も後になって気づいたけどさそれがねえと田中さんがの,あのオフ会の時に電話がかかってきて部屋が開いたってあのかかってきたっていう本当の部屋がね でそれがだからその時にで次の次の日ぐらいから一緒に UR 行って、まあ、決めたんだけどでそっから、えー、と結局2週間後だったのよ出れるのはだから結局ね何にも今の母ちゃんの部屋が何にも物ないんですよかわいそうにであの戻したんですよちょっと荷物をねそれでお金払って、まあ、物が何にもないところで布団とテレビだけあって えー、その倉庫みたいなとこから荷物をちょろちょろ持ってきて食事する茶碗とかね毎日今やってるような変な状態なんですでもあの決まってねあの新しいのう,う決まったんでで,でもうその日から、えっと、移れるのが結局ね30日だからもう結局意味がないじゃん2月からだからまあ3月新しい部屋に移るのが 2月じゃなくて3月のあ1月の31日から新しい部屋にあじ違う30日だ30日に新しい部屋に入ってで今の母ちゃんの、えー、元から住んでたところは物がないんだけど31日までか借りて結局1月いっぱい借りることになったよね全く意味がなかったよ引っ越し何のために引っ越したのか分かんなかった <laughs> 困ったで結局また引っ越ししなきゃいけないんですよ それは大ただからねもうちょっと俺も足がね、えー、あの形成椎麻痺っていう病気であんまり力が入らないんです。でちょっと前回あのいろいろやったんだけどすごいしんどくてでこの前のあの田中さんの時に行った時もね階段歩くのが駅であの永田町の駅すごい階段なんですよ。まあエスカレータータだけど階段結構 下りの階段あの日比谷線乗り換えのとこなんかさすごいあの歩くじゃないですか階段あれでさ下りがすごい危なくてちょっとねあの俺はもう身体障害者になりそうなんだけどもさあのただねあのなんだろう、えー、耳がさ痛かったでしょ風邪ひいてねもう耳がおかしくなったんだけどあの。 あれ飲んだんだですよ、えー、と頭痛薬バファリンじゃなくて歯もほら痛かったからなんだっけ俺大好きなやつ俺一番薬で好きなんですよ。バファリンじゃなくてあの一番ロキソニンロキソニンね俺大好きなんですよロキソニン。あれに2つぐらい飲んでも全然いい壊れないんですね。でロキソニンをちょっとあ頭あの耳も痛いし歯も痛くなってから飲んだらすっげー調子良かったんですよめちゃめちゃ。 足もね、だから朝ねあの起,き起きてこうの足伸ばすじゃないですかこうあーってそうすると足がねブルブルブル震えちゃうんですよ。でなんか力が入んないなんかすごいやばいんですよ。でねそのだから朝イチやばいんですよねで結構何かその調子がいい時と悪い時があってであの悪い時 まあめちゃくちゃ悪くていい時はいいんだけどそういうだからロキソニンが効くと思うんだよねめっちゃ良かったんですよ、うん、ロキソニンはだちょっとあれはねちょっともう試験的に今試そうかと思ってます、はい、そんな感じでまた30日に30日31日で引っ越しやるんですよ母ちゃんとこね、はい、ただもうちょっと俺運べないんで歩って台車とかでねあの 軽い,ものは軽いっていうかある程度乗るものはやるけども大きいものは全部業者にやってもらいますしかもね時間がねえなんか時間をすごいアート引越しセンターでも頼んだら2万5,000円でその代わり時間指定ができないっていうねだから多分仕事やったらあの終わって最後の時間余った最後のえ例えば夕方とか夜とかそんな時間だよ多分夜逃げと思われちゃうかもしれないけどそんな感じでやります はい、っていうことですだからあの引っ越しはやったけどやってないっていうことなんですよ。わかるかなままた30日ありら、はいえー、結局あの引っ越ししたけども家賃をね早くああの年末で止めるために引っ越したけども結局、あのー、全く意味がなかったっていうね感じです。はい えーとあとはなんだっけなまあだからちょっと今、えー、なんですかね本当調子悪くてとりあえず今週はねえっ、ー、と22日と23日があのその、えーえー、なんだっけ形成椎麻痺っていう病気の病気病気のじゃなくて病気の。 病院にね、えー、2日間行く時間をとっててでそこでもしかしたら、えー、そのまま検査入院、えー、しちゃうかもしれませんはいちょっと分かんないですねだからあさって明日か明日の22日の病院次第なんですよはいちょっとだから砦にね行きたかったんだけど そんなんんななだだっっったたらあの時に行ってればよかったんだよか本当は田中さんのオフ会の後に行こうかと思ったんだけどこんな状態であの花ねあの出して行ってもやばいしねと思ってあの日寒かったでしょだからもう疲れて帰っちゃったんだけど、うん、東京からだったらね東京からだったらそんなに遠くはないと思うんだけど こっっちだと2時間半かかるのやっぱ、ね、まあでも,も行かなきゃなと思ってでねあのちょっと申し訳ないここからちょっと俺個人ちょっとね、えー、よく考えたらその、えー、と支援をねしていただいた方あの愛知さんだっけ愛知さんねあのしてくれた方がいらっしゃるんですねでちょっとその方にその方ですあのに。 今、俺はあ,のあなたが思ってるようなことしてますかしてないですかねあの支援していただいて、えっ、ー、と、俺もね今、何だろう、何にもあの N 国のことがね、あんまりできてないんで、うん、本当に申し訳ないと思ってます。で、ちょっとね、助けてもらった本当にあの助かりました。ありがとうございます。それでねただ なんかまあ私の今こうチャンネル数見てると結構皆さんもあの離れてらっしゃってる方いらっしゃるんですね結構はい。でまあそれはそれでいいんですけどただその支援してくれた方がもしねえそういう私のうんなんて言うんだろう思ってるその支援してる方が思うようなことを俺がしてないともねあのもし思っていらっしゃるんだったらえーとメールちょっと入れときますね何かええー 言っていただけませんかでそしたら、まあ、今もちょっとまだきついんですけれどもお金は本当にちょっと分割っていう形になると思うんですけどももし返しますあの返させていただきます申し訳ないあのなんかねまあいろいろ今支援のことねあるじゃないですかで俺は正直すぐ助かったんです生活というかねいろんなことがあったんでで でただねその方は多分遠の中でで何か活動ししてててくくれれっていう意味で支援してくれたんだと思うんですよところが今そっちの方に全然あの何も本当にできてないっていうのがあってだから今週はねどっかでちょっと本当に通りで行きたいなとは思ってるんですけど、えー、と間に合うかちょっとわからないっていうのがあってその病院ですね あの検査入院が初め1日って言ってたんですけど3日ぐらいって言うんですよ。で実はなるべくく本当は早くやりたいんですなぜかっていうと今前もちょっとお話ししたんですけど健康保険じゃないや生命保険まだ入ってるんですよ。でそれをねやめたいんですね切り替えたいんですよ。あの県民 ただまだ入ってるんで,で逆に県民共済がこの病気だと入れるかどうかもわからないじゃないですか。でとりあえずねちょっと生活がかなり厳しくなって、まあ、これねおかしいんですよあの。なんで厳しいかっていうと俺ちょっと追いつくかと思ったんだけどえっと,と23日前に、えっと、やっとね県民,県民税のハガキが来たんです。俺が給食したのが、えー、9月で 会社辞めたんですねその前までは給食だったんですけどでそれ前はまではあの会社の全部引かれてたんですね厚生年金とかでただ厚生年金とかめちゃめちゃ高いから、えー、と国,国民年金とか、えー、国民年金国民健康保険とかの方が安いってあの市役所とかその保険組合事務所に全部話したんですよ。 いいくらぐらららぐなるかっってて出してももたら両方ともね1万円台だったんですだから2つ足しても4万いかないからで8万ぐらい引かれてたのかなもっと引かれたのかなすごい引かれてたんであの結構こら安くなるからね半分ぐらいになるからだったらもうやめちゃってねそれも込みであのやめちゃった方がいいかなと思ってあのやったんですちょっと手取りがね増えるかと思って。 そしたらね、えー、全然言ってること違くて、えー、厚生年金、えー、国民年金はが1万円台だって言ってたけどそれは1万円一万8,000ぐらいかな全然でも 1, その1万6,000って言ってたいうような気がするんだけどで国民年金がねあ国民健康保険が一万それも1万6,000ぐらいだって言われてたんだけど。 3万8,000円ぐらいなんですよ。38, 円だよびっくりしちゃった。俺ねあの実はそれ年金のやつが11月かな12月ぐらいに来たんですよ。でその時に払ったんですよ。3万円の1枚こう紙だったからねコンビニに払いに行ってでこれ2ヶ月分だと思ったんですよ。年金も2ヶ月でしょでもそんなことありえないよ,よく考えたらあの。よく見たら1ヶ月分なんですよね。高いなと思って。全然その1 1か月に5万だあんその会社で払ってた方が安いぐらいなんですよ。と,というか会社とあんまり変わらないんですよねだったら給食のままの方が良かったんだけどそれとえっ、ー、と市県民税が来たら10万だって10万一括で。一回もそのまだこんな来てなかったんですね初めてこの前来たんです。 会社辞めたのでねそしたら10万一括で払えってそんなの無理じゃんまあそれはまあ分割でも払わなきゃいけないし税金はね払うと思ってますよ、ね、地域県民税はただそんなの払っちゃったらもう全く無理なんでそれを市役所にねあの相談に行くんですけどまあそんな感じでちょっとまたあ,あれなんだけどただただですねあの長期的に見てもし支援してくださった方が俺が。 やってることがもうなんだこれふざけてるなっていうふうにもし <coughs> <coughs> 思って思ってね残念な思いされてるもしことだったらあのぜひね言ってくださいメールに。分からないんですよその方がどういうふうに思って頂い,い,いて私にその支援してくださったのかっていうのが。 俺は本当は細かいことを聞きたかったんですけどその方はも全然言,、ね、言ってくれなかったんですごいまあねだから逆に言うとすごいすごいあのなんていうのかな方なんだけどもありがたい方なんですけどもう俺がもうなんか申し訳なくてねこんなんなって。うん、だから あのまあ本当に少ない額しかだから一月一月ひこういうふうに返すような形で、ね、やりますだからちょっとメールをまたいつも表示されてると思ったんだけど全然されてないんですよねあの表示メールアドレス入れときますんであのー、ぜひねあのちょっともしもしねあの全然俺がやってること バカじゃねえのって思ってらっしゃって本当に期待外れだったって思われてたら申し訳ないんであのまああんまり話すのも嫌でしたら口座番号とかそういうのだけでもこう言って頂ければねそこにえだから本当はちょっとお話したいんですよどのくらいの額であの毎月話した,話したらあの支払いしたらお返ししたらいいかとかあ,あのまあ ね、あのこういう形であの支援していただいたんでとりあえずね、あのー、お礼も言いたいんでちょっと動画も長くなっちゃったんですけどうんあのはいまあもう謝ってばっかりなんですけどねとりあえずあの本当にあのちょっとそこはすごいお礼で心が今痛いたいんではいあのー。 それをお願ただまああの今週行きたいんですけどね一回は最低でも一回は行きたいと思ってますだからちょっとここからは別なんですけどあの小野ちゃん小野ちゃんちょっと見てたら、えー、今週どっかで行け一緒にちょっと連れてってくださいよ小野さん。小野ちゃんねえあのースでも何でもいいんでちょっと連れてってください。 のあののっけてください俺車さあれちょっとすぐぶっ壊れるから怖くてちょっと長距離は乗れないわうんなんでもし見ててくれたらね今週どっか行けるところあったらちょっと暇な時、えー、日にちあったら教えてくださいメールくださいあの俺はとりあえずだな22日と23日はちょっとダメですダメなんでそれ以外もうでもあんまりないね 24、25ぐらいかな、もしよかったらあの連絡ください。はい、連れてってください。はい、そういうことです。どうも、あの、変なおじさん動画になっててね、ちょっともう少しちゃんとしますんで、はい、ちょっとお待ちください。はい、じゃあ、よろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。はい